よっしゃよっしゃ。はい、我々合宿中でございます、東北釣り合宿、東北関東から東北ということで青森で釣りが1日、終了いたしまして、で急遽天候の都合もありまして秋田まで来ています。ゴールデンウィーク真っ只中ということでホテルが全くなく、はい、2日連続でおっさん3人相部屋と同室ですよ。はい、ということで明日は、秋田の道川漁港だけですけどね。事前情報によるとシャロー 20〜30m の魚礁で、ね、魚中心なのかなと思いますが、明日の目標をじゃあ一言。3人ながら一番釣る。何をその日の、まあ、シャローの寝魚だったら寝魚ですね。だから何よって聞いたの。いや、タイタイ釣りたい。大ちゃんこのタイですね。うっさんのような世界ですね。これは顔だけで、はい、疲れてます。はい、さよなら。はい、じゃあねー。なんかこれいるんか。じゃあ我々初の秋田長江でございます。急遽、はい、市川港の、はい、吉丸さんですね。はい、今日よろしくお願いします。本当急にすいません。いやいやいや、はい、気にしないで。いや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 、楽しみですね、大ちゃん。あ、ちょっと待った。スイちゃん、モザイクで恥ずかしい。恥ずかしい。もう恥ずかしがらないでください。あ、大丈夫、行きますか。はい、行きましょう。大丈夫、金メダルみんな知ってる。はい、してます。はい、はい、じゃあ田村くん、はい、よろしくお願いします。田村さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、なんて呼ぶ、あだ名つけるの。俺、田村なんだっけ。雄大です。雄大か。タムだな、結局ね。そうです。結局タムで決まりでございます。はい、てか今日俺釣るな、これ。何ですか。俺のお得意じゃん、これ。座り釣り。座り釣り。確かにね、こういう船得意ですもんね。俺得意なんだよ、こういう。もうね、だいたいもう今日俺のポジションだいたいこの辺で。あー、もう決まりだね。あー、もうバッチリだね、これ。第二も決まりですね。いや、完璧だね。あ、これ釣れちゃったわ、今日俺。いい感じですね、はい、バーマン。いや、そうですね、まあ楽しみですね。よし、今日はちょっと癒されに行きましょうね。はい、メインチャンネル、頑張りましょう。はい、やばい。そして景色には目もくれず釣りにしか興味がない二人組ね。こういうとこですよ。もうやっていいの。やって OK です。ここ何、メイン何狙いですか。あ、の深さ。いや、メインは何が釣れますか。何、以上、俺はマダイしか頭さねえもんな。マジか、だからやば。今マダイ狙いだけども深さ、こと浅い浅い言ってるんだよ。それであれば、あの気温上がってくればな。だからこの5メーターぐらいのも結構釣れるんだもんな。マダイが。マダイどうやって釣るの。あ、餌釣り。餌なんだ。最近も釣れました。最近は今年初めだから、ごめんなさい。初めてなんだ。いや、でも浅いとこでも鯛釣れるんじゃない。じゃあ平場で。平場で釣れる。いや、いいじゃん。なんだ、俺全然違った。思いっきり寝魚気分で来てた。俺も寝魚気分で今ジグ入れてます。去年はゴールデンウィークで10メーターラインで釣れてました。マジで。はい、じゃあキャスティング台場ぶん投げた方がいいじゃん。確かに。俺全然やってること違わない。じゃあ平らはしようかな。いやいや、本当だよ。全然変わるよ。平らはしようかな。今ジグでも全然いいと思うけど、そう、道川だと80とかも釣れたりとか。え、この時期もでかいの釣れるんですか。あ、だからもう浅瀬に刺すとすごいですよ。ちょっと待って待って、もうこんなことやってる場合じゃねえ。真面目にやろう。まずもう当たるともうバタバタと。しかもまだ誰もやってないんでしょ。やってないです。やばいじゃん。タイ以外は何か釣れるんですか。おおおお、
ジグ一発。一発。引きがちょっとタイっぽいんだけど。おお。お違うな、タイじゃない。あ？なんか横に走ってる。ねえねえねえ、シーバス。ねえねえねえ、エララして。これシーバスやっぱりシーバスだ。でかい。でかいな。でかっ。でかっ。でかっ。でかーでかーでかーやばでかっやっちまったぜいきなり SLJ スリムやばやばやばこれ横持ちもした方がいいよね大ちゃん横持ちもした方がいいですよ気をつけて。いやばいばい。秋田ウェルカムだな。でっか。ハウ。ふう。ふう。あれバックにしてます。フィーッシュ。だから。80あるよね。80はあるね、絶対。ランカーだよね、いきなりね。いやーもう満足したな俺秋田ファーストフィッシュはシーバスだったぜ大ちゃんが前に追って邪魔やなと思ったけど下に落としたら釣れたマジでフォーでもこの時期ってさどのエリアも結構シーバスとタイって同じとこにいんだよねだってその青森だってシーバス釣れてたじゃん越前なんてもう超そうでしょ、うんうん、で日本海の方もそうだしコールを多めにしたっすねお前シーバス狙ってんじゃんやっぱシーバスやでシーバスかっこいいっすよねいやよかったビビったなってよかったなかったっ、ね、想像を超えるデカさだったななんで秋田のシーバスあのデカくなるんでしょう当たったえ嘘マジ平場でマジか、タム多分頼むよちょっとちゃんと地元民の強さを見ててくれよ頑張ります今甲賀の MX 欲しいんですよなぁまたタイああ離した求めっすねテンション勝ち上がりじゃん俺らマジでマスオさんちなみに俺は今年の初タイはタギリの300で釣りましたはぁ、あ、あそうか言ってたやつかはい、で初めて買ったライズ商品もタギリの300ですはぁ、あ、すごいなすごいなお前意外とたぎってんなもう完全に真央さんの影響っすね消えるよちょっと後でじゃあ何かつったら橋本にメッセージを送ってもらおうかな OK ですでもタイ釣りてんだよ俺今年の目標日本の海のあるところで全部でタイを釣れなんだからなるほど真央さん7月来たら2桁超過余裕でいきますよ7月 ?7 月で一人頭頑張ってたんで丘で距離で二十何枚とか。おし、待って。お、来た？お、はい。わからん。なんかでかい。ここで来た。はい、どうか。シーバスで。いやいや、なんだなんだ。もうちょっと釣りうまいね。お、お、お、いいねー。よっしゃー。元気めー。よっしゃー。よっしゃー。ふぅー。へい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 。シーバス今日いいなシーバス釣り狙い通りだなちょっと大陸っぽいなちょっと大陸っぽいですねそうなのなんか3点ついてますねジグシーバス最高だね2匹目かっこいいこんなシーバス釣れるもんですかいやー初めて俺やべえ今日みんな色違いじゃん今日4人で色違いで写真撮ろう背中でいいなシーバスでしょだから浮気すっからだよタイダバ釣れねえタイダバやったりさ移動したいなって感じあるんだけどじゃあ移動しましょう移動していいかないいですよでも船長が全てですから、うん、ちょっとまだ小川から長いでくるような感じ、はい、あのとりあえず今2時始めたね深さはいスピニングで投げるかなスピニングピシャンえ天竜はスピニングタイラバロッタないあるっすよ、1本だけ持ってきてますよ結構この水深でいつも釣りするの夏なると80、90とかっすねあそうなんだこの時期はもう本当浅いと15メーターラインとかへいや俺さ、なんかタギリとかいつも言ってっからさディープの
釣りが好きだと思われがちなんだけどさ、はい、俺シャロー大好きなんだよね実は。絶対シーバスいるだろうな。もう大ちゃん目の色が変わってんだけど、もうシーバス釣りたくて仕方ありませんから。久しぶりに秋田のシーバス会いたいですね。え、嘘、マジマジマジ、勝った勝った、タイタイ、ちょ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 、タム、タム釣れよ、絶対バラすなよ、はい、何があってもバラすなよ、はい、いいかいいか、タイか、あータイっぽいけど、なんかあーほぼあーでかいほぼ、ナイス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 、タムいいねいいね、ナイスほぼ、ナイスほぼ、いいよいいよ、ほうぼう見ると安心するね。ほうぼうはいい、安心する。こっちが体しかいない、彼女いない、こっちはいない、うん、こっちいないっすね、ほうぼうか。いいねいいね、ちょっとほうぼう見せて。あ、いい、泣くんだね、こっちのほうぼうもちゃんとね。あ、いいね、かわいいね、ほうぼう。いや、いいよいいよ、はい、おめでとうございます。いいね、か、綺麗だね、ほうぼうね。こっち側が赤いんだよね。よし、オッケーオッケー、ナイスナイス。写真撮ります？写真いいですか？いや、いいよいいよ。楽しいな、今日。あそこなんかボイル起きてる、あれあれ。あれだ、ボイル、ボイルしてる。ボイルだな、シーバスだな。もう大ちゃんの目つきが。やっぱ耳も今感動しましたもんね。痛いな。おおお、痛い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 。あ、疲れた。なあ。ちょい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 、今タイラバ当たりだしたな。タイラバか、タイラバしようかな。スポールです。私友達が行きたいって言うんで俺が行くんで。いやもうマジ感謝しかない。え、来てくれるんですか明日。もうあのガラガラの当たり、当たりしかなくしてあげる。一回待って当たりしかなくしてあげる。どんな、どんな差別だよ。すごいな、リグ強いな。これは多分ほぼかな。おお、あ、カナダ、カナいるじゃん。カナ死んどんないと。カナいんじゃん。カナに好かれてんな。カナちゃん初めて見ました。やっぱカナは黒金だから、黒金使えば全部カナだから。あ、カナ釣れて安心するからよ。東北に行った気持ちが。やーべー、カナ。てかもう俺今日3匹も釣ったよ、魚。本当だ。ブラボーだね。でもさ、ちょっとね、船長がタイを多分見たいはずだから。タイ釣りたい。タイ釣りたい。おお、だ、カジャ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 、タイじゃないか、タイじゃないか。違うな。はい。だめ、大ちゃんも言って、どういうこと、どういうこと。お、何何。お、これは多分カナちゃんが荒れるの。さあ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 、みんななんか出てきたよ。何やってんの、カイちゃん、そんな慎重に。引いてんの。怖いんですよ。バラすのがもうピュッピュやってくる。ピュッピュやってくる。さあ大ちゃんもグリグリ巻いてます。ああ大ちゃんかな、カナダ、ね、やった大ちゃんかな、ナイス、イエーイ、カナちゃん。さあ会社は何ですか。あ、いいよいいよ、船長も入ってください。おお、はい、次第だ。惜しい、惜しい、タイだったけどね。惜しい、タイだったけど、近づいた、近づいた、次第だ。オッケーオッケー、ナイスナイス。ふぅー、ふぅー、次第だね、次第だね。あと流れ、風なくなっちゃってさ。そうですよね、これがちょっと、かわいいけど、ホリだな。それがね、もうだからもうこうやってスピニングリールでもバンバン投げますよ、うん、でもひょっとしたら本当に浅いとこなのかもしれないですね、もっとね、うん、だから この感じをするともう多分最初行きたいって言って深いとこじゃないね、うん、多分餌がいるんだと思う、浅いとこに。よっしゃ、これでもう全員安打したよ。はい、会社もナイス、イエーイ、ありがとうございます、全員安打。そうそう、まあ時間たっぷりあるから。そうそう、でも、うん、もう記念勝ったら延長ですから入りませんか。いや延長は大丈夫、もう雪解け水と同じぐらい流れてる。お金は請求しないから大丈夫。いや、全然お金請求してください。これ向き勘弁してから何も直されない。全然いい、そんな風あればうまく流れるけども、あれ潮の流れだけで。一応プロです。あ、なるほど。大丈夫です。てか俺今年半袖で釣りするの何回目かな。あったかな。普通に冬なんてめっちゃ。おお、なんだ、お、
叩いてるか、叩いてるっぽくないか。ちょっとね、あ、でも叩いてるかあるよ。お、タイか。どん底です。タイじゃない、タイっぽいですね。上に上がってないですね。もうタイじゃん。タイ、うん、タイっぽいよ。ジグ、ジグです。俺がジグをやめようと思った瞬間にしたことやめてくれるかな。タイだ、タイだ、タイだ、タイスティー、タイだタイスティー、タイだ。いやー、船長ありがとうございます。タイ見たね。よかった、スリムじゃんけ。よかった。もう船長が一番安心してた。やったやんけ。うわ、てかもうちょっとこれでっ、こういうのにでっかいのを間違えるんでしょ、うん、こういうのが強いってことはでっかいのいるってことでしょ。ライズジグスリーブイカナゴ。いやいや、これイカナゴね、60g。 いや、やーべえ、タイ、タイ釣れた。お前、俺が今お前タイラバ準備してたらよ。どういうことさ。いやー、船長ありがとうございます。もう本当にちょっと恋してるよ。え、ねえ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 、やっぱシーバスよりタイの方が上。アルサイドのシーバスはでもレアだもんな。そうでしょ。タイ釣りですよね今日。そうでしょ。ちょっとあの80馬はねえ、まだあんなね、チャリコにね、船長タイあんなもんじゃないですよね、うん。でも今日タイ釣りですよね。うん、だね、うん、あのさっきのシーバスと今のタイどっちが価値あります。価値がタイだそうです。それは負けたわ。船長に向いた仕方ね。それ認めざるを得ない。いや、まだ釣れるよ今日。あ、来た。ちょっと船長興奮しすぎでしょ。ちょっと落ち着いて。そこ取ったらいいです。いや、田村君、はい、俺ねこの船大好き。よかった。ものすごく楽しい。よかった。やべ、リーダー切れた。なんでなんでなんで今切れちゃったっす。な、何が起きた。バックラッシュ。バックラッシュ、はい、噛んでた。やっぱ90とかも出たりします。出る、このエリアで。90センチ。でも釣れる、釣れるんだよ。こしたら冗談の、マジね。釣りたい。僕90を釣るって言ってこの動画を始めてもう早3年以上経つんですけど、全然釣れないんです。ああ、いやでもあれっすよ、もう俺のお友達とかで、うん、バスやりながらオフショアやってる人は結構マスオさんファン多いっすよ。へえ、なんでだろうね。なんかすげえ好きみたいです。なんでだろう。何がいいんだろうね、このおっさんの。僕すごいんですよ。プロの体なのに自分が釣れないことを自慢げに誇らしげに語るんですよ。で、自分が坊主でも動画を堂々と流しちゃうことがあって。あ、こういう時もあるんだ。あります、あります。だって釣れないんだもん。確かに釣れない動画、釣れない、釣れないんだよ、仕方ないんだもん。あ、食ったよ。あー、離した。あ、いや、話したな。今船どんぐらいで動いてるんですか。んスピードは、スピードは全然じゃない。何とか 0.2 とか1キロなってるよ。 0.1? 1.1 1.1? 1.1 1.1 ノット。ああ、一応キロで出してるから。キロ、あ、ノットで今キロでいったらどんぐらいなんだろう。でもほとんど動いてないってこと。 1.1キロ、 0.7 ぐらい、 0.6 ぐらいでしょ。あのね、あともう一つ言いたいことがあります。僕ら一日中釣れないことよくあるんですよ。もう田舎の人の釣れないの釣れっぷりに引くよね。今日結構もうすでに釣れた。いや、もうめっちゃ釣れてる。始まってまだ10時までこんな釣れてるんですよ。奇跡に近い。ミマルはちょっと僕聞きましたけど、ね、俺去年からタイラバ始めて10何回出てるんですけど、タイ坊主1回だけ。マジで、はい、一回関東で釣りしてタイラバの釣りさ知ってください。ちょっとやってみたいですね。え、あるんだよ。だから東京湾でもめっちゃ釣れる日あるんだよ。午前で40枚とかあるんですよ。すげー、6人であるんだよ。あと、あれ、ノット雲か、すぐ終わるよ。大丈夫です。あの、もう別のリールつけるんで。あるよ。あるよじゃなくて、すぐ終わるよ。お父さんのノット めちゃめちゃ早いですよ。ないから。マジですか。動画で見てましたけど、そんな簡単にやるって思いました。多分、タイラバつけるまでに終わってますよ。マジですか。
奢りたくてしょうがないから。気持ちの方が早いな。怒ってる、怒ってる。カメラに怒んない。一番の敵、一番の敵ですよ、本当に。演じなくてめっちゃ絡んだっす。中？いや、外に、ハンドルに。だから焦んなよっつってんじゃん。焦んじゃダメですよ。焦んなよ。完全にたぎってますね。いや、カメラの調子悪いかって切れちゃダメですよ。誰のことかな。俺のことだよ。俺のことだよ。もう一回浅い方向に行きましょう。とりあえず今深さ24メートル。 OK です。タイ釣ります。多分今魚を掴む。こんな車両でかけたらどんな感じんだろう。めっちゃ引くと思うよ、ね、この水深でかけたら。俺が昔その15メーターぐらいで釣った86かなんかだと本気でヒラマサって言ったの。あーヒラマサヒラマサ5、6キロのヒラマサだっつって、やべやべやべとか。だって上げてタモ入れたらリングが伸びてたもん。あで外れちゃってびっくりしちゃったもん。いやマジなんかね、できればなんかでけえ70アップ1枚ぐらい釣りてえな、ね、やっぱ俺だったなって言いてえな。え、マサオさんが釣るんすか。当たり前だ。当たり前だ。もうマサオさんが釣ること確定なんすか。当たり前だよ。やっぱ俺なんだよ。それはちょっと感化できないな。感化できない。この番組で初めて使われたことかもしれないですよ。容認できない、容認できない。あー今食ったな。早巻きか。やべ、今かっこよかったのにな俺だ。おおおおお、シーバスっぽくない。シーバスっぽいな。憧れの念願のシーバス。念願の大ちゃん、俺のカメラでさ、なんか自分をかっこよく撮りよって。そっちで撮れてました。撮れてるだろうよ、前から後ろから。感化されないからね。感化できないから。感化できないからさ。あ、ちょ、両方だ。よう食ってきたらこんなんで。でっかだったやつ。ちゃんと決めてほしいなって思う。それ食ってきてない。さあ大ちゃん、推定何センチのシーバスでした。推定60くらいのシーバスだね。いや決まってんな。ちょっとかっこいいフィッキングでしたよね。間違いなくかっこいいフィッキングだったよ。あのスピードで巻いてきてよく食ってきたな。強烈なフッキングだったぜ。マジで。いやいやいや、かっこいいフッキングだったでしょ。いや、はっきり言って大ちゃんが今日飯掘る権利あるよ。勝者のフッキングでした。あんなかっこいいフッキングがなかなかできない。はい、意外と違うんですか。いやいや、あれじゃないですか、そろそろ僕のオープニングに使われるんじゃないですかね。あシャキーンで、シャキーンそっから始まるじゃん。実はこれ方々なんですって言われる。これあれでしょっつって、方々のやつでしょっつって。みんなすんげえさ、編むでしょ、こんだけの重くなる。うーん、すげえ、ありがとうございます。それでマグロも取れるから。すげえ。ちょっと真面目に釣ろう。多分船長釣れになって悩み始めとこう。多分こちらがこんなニコニコしてるとこ不思議でたまらない釣らない。まさにしすぎだよ。おっしゃらないですけど、そうこんな投げるやついねえだろ。あたわったったのにバカチンが。おっしゃー、これタイっぽいぞ、このおかげ消えた。あーもううん。なんだろうな、追っては来るのにな。これインチキチューンだからね。太短り。あ、割ってるんですか、割ってるやつ。そうそう、ツインテールチューンだから。焼けるのかな、今度。これめなんか、これ本当優しい波動のダブルだよ。全然上がれない、止まってしまった。止まってしまった。お、来てる。お、来てる。おでかいんじゃない。タイっぽいっす、ね、とは思いますけど。あぶね、もうカイちゃん出るから。あ、見えた見えた、ヒラメだ、ヒラメだ、でか。おお、いいヒラメ。
イエーイ、ナイスナイス、やったー、ピラミディですね、これは重てえわ、いるじゃないですか船長、ヒラメもすげえこんな大きいのも知った人いない、嘘、ありがとうございます、シーバストイなんでだルアーズリームちょっと見直しましたでも本当ここはただやさぶりがすごい、そうだな、ピッといてヒラメです、秋田釣れます、ヒラメです秋田釣れます、報告会はい、ありがとうございます、いやー、秋田好き、いいじゃんね、I've never known a brighter sunset, but every day I see it rise. I never thought it could be better until I saw it in your eyes.